中京テレビ放送株式会社は中京広域圏を放送対象地域とするテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は中京テレビ中京 TV、略称は CTV。日本テレビ放送も大きい局とする NNNNS の機関局。コールサインはアナログ放送がヨック TV、デジタル放送が ヨック DTV。GCN コードは1571。旧社屋の敷地内に愛知県域の FM 放送を送信する東山タワーがある。開局から2011年7月24日までは、ここから UHF 波によるアナログ放送の電波を送信していた。また、三大都市圏の広域放送局で唯一、 アナログ派の親局が UHF 派送信の民放テレビ局であった。同じくアナログ親局が UHF 派送信であったテレビ愛知は愛知県のみを放送対象エリアにしている県域放送局である。2011年7月24日に停派したアナログ放送での親局チャンネルは 35CH、デジタル放送でのリモコンキー ID は4。 在名局では唯一キー局と ID が一致している。主な株主は下記の通り。キー局、日本テレビの親密株主である、株式会社読売新聞東京本社及び、持ち株会社の読売新聞グループ本社は、中京テレビの上位株主には名を連ねておらず、安価名局の名古屋テレビ放送の上位株主となっている。中区近にある、中京テレビ、 栄本部が入居していた CTV 金ビル、中京テレビ放送の旧社屋、名古屋市昭和区高峰町中京テレビ新社屋、正面玄関前に設置された中京区郵便ポスト、中京テレビは2011年5月11日、名駅南、笹島ライブ駅近くの笹島ライブ24地区、東外区の土地7120平方メートルの権利を取得し、 同所に新社屋を建設、移転することを発表した。これは、現社屋の老朽化に加えて、境愛化の解消と、昭和区高峰町と中区金三丁目に分散していた、本社機能の統合、業務効率の向上を目的とするものである。建設場所は2005年にデラファンタジアが開催された場所で、さらに、昔は、貨物専用駅である。 国鉄笹島駅があった場所である。新社屋は2014年3月25日に着工し、2015年12月7日に竣工した。その後、放送設備の工事などを行い、2016年11月21日までに全面移転を完了した。新社屋は在名局で初の免震構造を取り入れている。高峰町にあった 旧本社からの最後の番組は2016年11月21日1時5分1時35分の NNN ドキュメントであった。その後 NNN ドキュメント終了後、社屋移転特別クロージングを放送し、放送休止の間に旧本社から新本社へのマスターの切り替え作業を行った。5時13分5時15分の移転告知オープニングを放送した後、 同日5時15分5時20分の真ん中中居。より新本社からの喪失。さらに5時58分頃の ZIP のローカル枠から新社屋からの生放送を開始した。なお、11月21日以降は全ての番組を新社屋のスタジオで収録しているが、一部の番組は先行的に新社屋での収録を行っていた。 新社屋の1階は一部エリアを除き、一般人も入ることができる。名古屋駅からも近く、災害発生時のいわゆる、帰宅困難者が出た場合は、この1階部分が避難場所として使用される。2019年6月26日に、高峰町の旧本社跡地にフィールステージやごと店が開業した。なお、社屋の移転に合わせ、中京テレビでは、新コーポレートマークと、 新たに、ブランドステートメントを発表、同時にコーポレートカラーとして、中距アクティブピンクも制定し、ワブンド語も一新した。これらは、移転前の2016年4月1日から使用を、開始し、キャラクターの中距君についても使用を継続する。社屋移転に伴い、24時間テレビ、愛は地球を救うのメイン会場も2018年からは、 従来の栄ではなく、本社横の公園、キャナルパーク笹島での開催になった。しかし、イベント開催時間は短縮されたので、名古屋地区での、再来の大合唱は2017年が最後となった。詳細は、遠隔、中京テレビ会社案内を参照。中京テレビ放送では、以下の3冊を発行している。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。 出店旧、東海銀行を中心とした名古屋財界の総意の元に設立された会社であり、2013年まで社長を務めた徳光商事までの歴代社長は、東海銀行出身者が就任していたほか、設立には中部日本放送や東海テレビも大きく関わっている。しかし、中日新聞社は集中排除の原則から出資せず、 新聞資本は開局以来日本経済新聞社が大株主に加わっていた。このため、テレビ愛知開局までは、テレビ東京ともネットワーク関係にあった。その後の1973年4月に日本テレビ系列に一本化された後も、読売新聞社は引き続き名古屋放送への趣旨を継続する方針を取ったため、中京テレビには、 読売新聞の大株主としての出資が見送られた。日本テレビ系一本化からテレビ愛知開局までの期間である1978年時点で、当時の日本テレビ社長、小林よそじと東京12チャンネル社長の中川淳が、中京テレビの取締役を務めていた。テレビ、愛知開局に伴う日経資本撤退の後は、主として日本テレビとその関連企業が、 大株主となった。その後、読売新聞グループ再編時に一時的に読売新聞グループ本社が上位株主になったが、ごく短期間で日本テレビをはじめとした中京テレビの既存大株主に売却して今日に至っている。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2007年3月31日日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図愛知県岐,県岐阜県三重県2011年7月24日で始点よく TV よくタム愛知県岐阜県三重県長野県のコミュニケーションネットワークアナン 安岡村コミュニケーションネットワークで区域外再放送をしている。静岡県長野県2016年9月24日に動画配信サービスチューンを開始。オリジナルコンテンツや番組見逃し配信を実施していたが、2020年3月28日に在名放送局3局と共同運営の動画配信サービスラサポに移行した。なお、 ローカル番組の一部はギャオ。全国ネット番組は TVer や Hulu にも提供している。突起のない番組は日本テレビ制作。HD はハイビジョン対応番組。ドキュメンタリー、気候共用音楽バラエティ特別番組ニューススポーツ、生活情報、料理グルメ情報、気候共用、トーク音楽、バラエティドラマミニ番組放送枠特別番組隊。 番組月曜火曜水曜木曜金曜土曜日曜、開局から1973年まで1983年9月まで以降、日曜22時30分23時30分枠。この時間帯では、もっぱら、東京中に c h 制作ドラマの放送が行われていた。UHF アニメ以下は、読売テレビ、または関連会社のアイト制作の UHF アニメ。 日本テレビ単独の系列局になる1973年4月まではネット系列の番組を中心に据えつつ日本テレビ系の番組の中から視聴率が低いものと東京12チャンネルの番組の中から視聴率が高いものを取り込んだ独自の番組編成をしていたが名古屋放送との編成の兼ね合い上どうしても同時ネット比率は低かった。ゆえに 当時の中京テレビの視聴率は当時から存在していた名古屋の民放テレビ局4局の中では一番低かった。太字はネット変更及び時間変更がなかった番組であることをは名古屋放送から移動した番組であることを示す。帯番組月曜火曜水曜木曜金曜土曜日曜入社順。男性女性男性女性。ありがとうございます。